はい、どうもこんにちは、アナちゃんです。本日は火曜日、なるほど音楽の時間です。今週来週の2回にわたりまして、ビブラートについてお話をしていきたいと思うんですね。このビブラート、バイオリンに限らず、他の器楽でも、それから歌の世界でもね、大事な演奏の要素の一つと言えると思います。で、今週はですね、このビブラートにも流行り廃りがあるっていうお話をねしたいと思うんですね。バイオリンですとね、バイオリンに限らないか、その音楽のその録音が残っている時代中と、大体100年前ぐらいからじゃないですか。で、昔の演奏家の人たちのビブラートの特徴って、とにかくね、波が細かい。細かくて大きいかな、今のビブラートに比べると。だからものすごい一生懸命ビブラートかけてるっていう感じですよね。例えば今、私がサンサンスの白鳥を弾くとすると、これぐらいだと思うんですけれども、昔の人の演奏だとね、例えばちょっと昔っぽく聞けませんかとにかくビブラートの波が細かくて大きいんですよ。ものすごい一生懸命ビブラートかけてる。もうこれぐらい私はビブラートかけられますよみたいなね。で、これって歌だけの世界じゃなくて、歌っていうか、バイオリンだけの世界じゃなくて、管楽器でもそうだし、で、歌の世界でもね、割とそうなんですよ。例えばこう。昔っぽくないですか？歌もやっぱり昔はね、こう、ビブラートが結構激しいんですよね。なぜこうそういう傾向にあるのかっていうのは、これは私にはよくわからないんですけどね。なんか時代背景っていうか、なんかいろいろね、こうあれがあるんでしょうね、関係がね。ということで、昔のレコードね、SP 版とかの録音とか聞くときとか、そのビブラートの質みたいなことにも、注意してですね、気を聞いてみていただけると、いろいろ面白さがまた膨らむんじゃないかなと思います。ということで、よかったらチャンネル登録もお願いします。アナちゃんでした。